はい、こんにちは、タカです。先週すごく強かったドル、これが調整局面に入って、しばらく経つわけですけども、昨日ようやく一旦流れを止めましたね。ですから今後は売り買いの攻防というのを見ていくことになります。より難しい動きにもなってきそうですから、まずはこのドルに注目をして相場の方を見ていきたいと思います。こちらがドルインデックスの1時間足冷やしを重ねています。先週すごく強いトレンドがあったのはこれもはっきりしていますけども、今は流れが止められての調整局面ですね。高値から売りが入っていましたけども、昨日で一旦流れを止めています。サポートがうっすら見えてきた状況ですね。流れこそ一旦止めてはいますけども、ただ高値も取ってきているわけでもないですからね。今後はこの売り買いの攻防を見ていくことになるんじゃないかなと。売り買いというのはこの上昇トレンドを見ている人にとってはブルーハーですよね。買いを見ていくということになりますけども、ここには高値からの売りのトレンドが見えてますからね。高値から売りを見ているベア派の存在も見えてきます。こういった売り買いの攻防をこの辺りに見ていくということですね。決着はまだ何もついていません。僕自身はこの赤いトレンドがしっかり今は見えてますからね、押し目買いは意識していきたいんですけども、ならばこのレンジが見えてるわけですから、高いところでは買いたくないですよね。極力この下から引きつけてロングを見ていく。レンジが続く以上やっぱり上からは売りが出やすいですからね。高値掴みは注意はしたいですね。引き続きこの下のサポート探し、昨日で一旦流れを止めていますから、昨日おとといあたりのこの安値は一つのポイントにはなってきそうです。この下に緑のラインが見えるかと思いますけども、これはたびたび説明していますけどもね、この緑のラインというのは今までサポート壁になっていたポイントですね。今年の最高値だった場所です。この壁の手前でしっかりした足場を作って、そして抜けてきてからしっかりしたトレンドが出ていますから、この上の壁というのはそれなりに機能しやすいんではないかなと。壁になっていたところというのは抜けた後は今度はサポートになりやすかったりもします。今のこのレンジというのも見方によってはこの上のサポートに支えられている感じにも見えてきますからね。であればこういったサポートが効いているうちはロングを見ていくのも面白いんじゃないかと思います。ただしじゃあ割ってくればどうなるか、僕のようにこういった壁を意識してロングを見ている人もこれまたたくさんいるわけですよね。そういった人たちはこのサポート割れてしまったら根拠が崩れてしまいます。簡単には買えない状況になりますし、すでにロングのポジションを持っていれば、投げも検討ということになってきそうです。そうなれば売りも強く出てきそうですから、昨日で一旦流れを止めたというのはそういった意味でもすごく意味としては大きいと思うんですよね。ひとまずこのサポートを意識しながらこの強いドルを見ていきたいと思います。はい、こちらが通貨の強弱チャートになります。昨日はドルが一旦流れを止めた、つまりドルに買いが入ったという認識では見ているんですけども、ただ全体的な流れを見ていけばドルというのは買われたわけではないんですよね。実際ほとんど動いていない、ドルに動きがない中でポンドや豪ドルには買いが入っています。そしてこの円ですよね、円に強い売りが入っています。気がつけば金曜日、月曜日、火曜日ともずっと円に売りが入っていますからね。円安、円の売りというのが継続して出てきているようには思います。そしてこの円というのはドルとすごく仲良しなんですよね。似たような動きをすることがすごく多いです。ですからドル円なんかを見ていくと動かない期間というのも相当あったりもしたりしていますけども、ただこの3週間ほどですかね、ドル円の方にもそれなりの動きというのが出てきています。動いているということはこのドルと円にもある程度違いが出てきているということですね。昨日なんかの動きを見てもドルは動いてないんですけども、円にしっかり売りが入ってきている。この円安の動きというのはこれはもしかしたらしばらく見ていくことになるのかもしれません。ということはチャートの方を見ていけば、ドル円、あとはクロス円ですね、この辺りは上昇圧力がすごく強くかかるということになります。ただドル円なんかチャートの方を見ていけば週足はレンジなんかも見えていましたから、これ円安が続くんであればブレイクの形にもなってくるんですけどね、これどうなりますかね。強弱チャートを見ていけば、昨日なんかはポンド5ドルにも買いが入ってきていますけども、個人的にはこの円の動きに注目をしていきたいですね。このように継続して円売りが出てくるんであれば、ドル円、あとは黒線あたりの上昇というのをこれは本格的に見ていくことになります。ただ適当に買うわけにはいかないですからね、このあたりをチャートの方から見ていきたいと思います。はい、変わりましてこちらがドル円の4時間足週足を重ねています。まずは今週の週足ですけども、かなりの強い買いが入ってきてますよね。ただこれは一旦置いておいて、先週までの流れを見ていくと、ここには行ってこいの形、大きなヒゲというのがあるんですよね。実体部分を見ていくと、この111円というのは明らかに壁があるポイントになります。レンジ相場として僕は見ていました。そしてこのレンジからはまだ抜けていないと。これ週足レンジだけではないんですよね。はい、少し寄り道をしますけども、これが日足に月足を重ねています。月足で見てもこういったレンジ相場が見えてくるんですよね。少し抜けているようには見えますけども、これヒゲになって戻されています。9月の終わりに売りが入ったんですよね。レンジの上限にぶつかっていますから、
これではなかなかブレイクを見ていくのは難しいように思います。このように月足、はい、そしてこれが週足ですね。週足のレンジが見えているこの現状で、今の現在地というのはレンジの上限でしたからね、ここから買いを見ていくというのは、相当慎重になってしまうような流れではあったと思います。さらにここにはイテコの形が見えてるんですよね。ただ短期的には抜けていますから、押し目買いをしている人、これもたくさんいると思うんですよね。別に間違っているとは思わないですけども、ただ反発の形がなかった、経過的にイテコになって、ここはレンジの上限ですからね。であればロングが捕まっている状況、苦しい状況が見えてきますから、個人的に今週というのはこのレンジ上限からの売りを見ていこうかと思っていました。ただ今週始まってからこの売りの流れっていうのは全く見えてきていない。昨日なんかも強い買いが入ってきています。これだと捕まえたロングはもう逃げてしまいますよね。まだこの週足はもちろん閉じていません。あと3日間ありますから、どうなるかというのはこれは見ていかないといけないですけども、もしこのまま抜けてくるようであれば、これはレンジブレイクを、これを想定して見ていくことになりますね。つまり強い買いを見ていくと、月足なんかもブレイクの形を見ていきますけども、ただ月足というのは今月まで始まったところですからね、今すぐどうなるかというのを見ていくのはなかなか難しい。まだまだ時間がたくさん残っていますから、今はこの週足の環境を追っていけばいいんじゃないかと思います。あと3日間でこの潰されたみたいな形が出てきてしまうとね、これは111円の上値の重さというのも明らかに見えてしまいますから、本格的なショートというのも面白くなってきそうですけどもね。現状この形ではショートはちょっと見ていけないですよね。週足レベルのレンジブレイクの形が見えてきていますけども、これ注意したいのがこの111円の今真ん中あたりですよね。残り3日間あるんですけども、このあたりでキープするだけでも週足もレンジブレイクになるんですよね。ですから実際動かなかったとしても、来週あたりは強い買い、強いトレンドを継続して見ていける環境が残ります。別に今週中にこの高値を抜けてこないといけないというわけでもないんですよね。もう今この位置でしっかりキープするだけでも十分強い形になる。僕はもう正直、先週のこの行ってこいの形がありましたからね、ここまで戻すだけでも相当大変だったなと思いますけども、実際しっかり戻ってきていますんで、それだけ強い買いが入っていると、これはもう見ていかざるを得ないかなとは思います。週初の段階ではこのレンジ上限からの売りの流れ、これをメインシナリオに考えてはいたんですけども、少しこのシナリオ変更というのは必要になってきたかもしれないですね。全てはこの週足の終わりでですね、これでまずは判断していくことになります。あと3日間ありますし、さらに今週というのはたくさんの指標、そして金曜日には雇用統計もありますから、大きな動きが出て潰されたみたいなこともなくはないと思うんですね。ですから最後の最後まで油断はできないですけども、今のこの現状ではすごく強い買いが入っている、これを無視するわけにはいかないように思います。この位置をキープするだけでも強い形が見えてきますからね。ドル円に関してはこの強い流れ、これは想定して見ていくことにはなってきそうです。はい、こちらが1時間足に冷やしを重ねています。そういった環境でこの冷やしを見ていくと、冷やしというのはそもそもチャートが強いんですよね。強い上昇トレンドがあって、戻りの高値は抜けてきています。少し強い押しが入りましたから、値幅調整でも考えていましたけども、一旦流れを止めている形が見えています。環境的には流れが止まれば押し目買いですよね。ただしここには強い売りの流れもありましたから、売りのトレンドを見ている人もそれなりにはいそうです。ならば戻り売りを見ていくというのもね、決して間違いではないと思いますけども、ただし昨日の冷やしというのは一昨日の冷やしの高値を抜けてきてるんですよね。僕はこういったレンジ相場があれば、これは調整局面を見ていくことになるかなと思ってたんですけどもね、111円ですね、この辺りの攻防というのを見ていくことになるかなと思っていたんですけども、かなり強い買いが入ってきて、昨日一昨日のこの高値を抜けてきています。こういった流れが見えてくると簡単には売れないですよね。戻りの壁探しということになりますけども、この壁が見当たらない状況、さらには赤いトレンドも見えていますから、今日ももしこの高値更新なんかが出てくれば、これはいよいよ本格的な上昇トレンドも見えてくることになります。そういった意味では週足ブレイク、強い流れを見ていくんだらば、昨日の高値更新なんか注目のポイントにはなってきそうですけどもね。ただこの辺りでキープするだけでも十分強いですからね、あまりその辺りを慌てて判断はしないようにしていきたいですね。売るのであればもう潰されたみたいな形が見えてこないとちょっと売れないですから、ということは目線はロングになってしまいますね。サポート探し、ただしこれ押しを待ってしまうと、またこのレンジも見ていくことになりますから、逆に簡単に買えないということで、ロングを見ていくんであればこの浅い押しからのロングということになってきそうです。下落の流れを一旦止められての反転の形ですね。そしてこの辺りしっかりした足場というのを作ってくれば、短期的な上昇トレンドがここに見えてくることになりますね。もしこの高値を抜けてくれば、この赤い上昇トレンドにもつながってくることになると思います。先ほども言いましたけども、これ深い押しが入ってしまうと、またこの下の調整局面を見ていくことになりますからね。こうなると状況が読めなくなってしまいます。
なので、まあ、強いトレンドを見ていこうと思うんであれば、この浅い推しからのロング、浅い推しのサポートを探していきたいなと思います。ですから目線としてはロングですね。売りを見ていくんであれば、潰されるのをしっかり待つことが大事になってくるんじゃないかと思います。中途半端なショートはもう上げるための燃料になってしまいそうですからね、これは注意したいですね。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。ここに強い下落トレンドは見えてますけどもね、もうしっかり戻りの高値、ネックラインですかね、抜けてきていますから、短期足で見ていけば波の反転なんかも意識して見ていけばいいんじゃないかと思います。この上昇トレンドですね、先ほども言いましたけども、これ深い押しが入ってしまうと、逆にロングを見ていくのはちょっと難しくなってきそうです。まあ、いわゆるここがいてこいの形になって、再度この下のレンジを見ていくことになりますから、この位置からは簡単に買えなくなってしまうんですよね。上値の重さが目立ってしまいます。ですからこの青いトレンド、強いトレンドを見ていこうと思えば、調整が入ったとしてもこれは高値圏での時間調整、浅い押しを見ていきたいです。ただ全くサポートがまだ見えていない状況ですからね、今日はこのサポート探しが一つの仕事にはなってくるんじゃないかと思います。サポートが見つかればこれはやっぱりロングを見ていきたいですね。高値ブレイクしてくるかどうかこれはちょっとわからないですね。このあたりでキープしても今週は十分も結果を残していますから、ブレイクしていこうがこの位置でキープしようが週足には何も影響がないんですよね。ですからどういった環境になるかというのはわからないです。ですから高値までのロングかブレイクになってくるかというのはこれは様子を見ながらということになりますけども、大事なのがこの上ではなくて下ですよね。浅い押しにサポートができるかどうかに注目をしていきたいと思います。終初に考えていた考え方とはだいぶ変わってきましたけどもね、まあ、それだけ強い買いが入ったということでもあると思いますんで、まずはこの強い流れに対してのロングの流れ、円安ですよね、円の売りの流れというのをしっかり見ていきたいと思います。はい、変わりましてこちらがニューヨークダウの CFD、 1時間足に冷やしを重ねています。ダウはもう本当に崩れそうになっては買いが入ってきますよね。下落トレンドがここに見えてます。下のサポートはありますけども、このサポート割れるかどうかといった動きになっていたのが一昨日の動きになりますけども、結果としては昨日このサポートから買いが入ったことにはなりますね。ただ戻りの高値抜けてないですから、上下にも明らかに壁が見えてますよね。このような大きなレンジで見てもいいようには思います。今の動きというのはレンジの中にできているさらに小さなレンジという認識でも面白いかもしれませんね。ですから今のこの位置からさらに買いが入ってくれば、これは大きなレンジの上限、この辺りですね、34,800ドルとか900ドルあたりへ向けた買いというのはこれは見ていけるかもしれませんね。ただしこの壁をブレイクしてくるかどうかというのはこれまた別問題ですからね。もしロングを見ていくんであれば、ひとまずこのレンジ上限までということにはなってくると思います。もちろんこの小さなレンジも見ていますから、ここで流れが止められてもこれもおかしくないですよね。この位置からロングすることに対しての怖さというのはこの青いレンジを見ていればやっぱり出てくると思います。さらにこの位置というのは緑のレンジの真ん中ですからね、レンジの真ん中というのはそもそもやっぱり手を出しづらい場所ですから、やっぱり見ていくならば下から買っていく、上から売っていく、そこを基本に考えてはいきたいですね。ですからまあこの話を聞いてこの位置を中途半端だなと思うんであれば、上限下限に引きつけるまでしっかり待つのも大事になってくるんじゃないかと思います。はい、変わりましてこちらが日経平均の CFD、 1時間足に冷やしを重ねています。日経平均は一昨日にかなりの大きな売りが入ったんですけども、昨日はこれさすがに一旦流れが止まりましたかね。まあ売りの流れは出てはいるんですけども、ちょっと売られすぎですかね。買い戻しが入っています。下のサポートも少し見えてきた状況ですけども、じゃあこの買いによって買いを見ていけるかどうか、そもそも過去の値動きがもうこれだと見えないですからね。上位足で今の環境、今の現在地を把握していく必要があります。はい、こちらが4時間足週足を重ねています。今週先週とかなりの大きな売りが入ってきているんですけども、そもそも日経平均というのはその前に強いトレンドがあるんですよね。直近高値を抜けてきている強い上昇トレンド、ですから今は調整局面で流れが止まれば買いを見ていきたいと、そういった環境ではあるんですけども、じゃあこれ流れが止まっているかどうかですよね。全く流れが止まってないです。今週の動きも昨日は買いが入ってきていますけども、じゃあ週足見ていくとどうかというと、大きな陰線であることに変わりはないですよね。流れが止まれば押し目買いは見たいなという環境はありますけども、全く流れが止まっていない、これでは僕は買えないですね。押し安値まで割ってないですからね、波の起点割り込んでいるわけではないですから、流れが止まればいろいろ考えていくポイントは出てくると思いますけども、そういった流れが見えてくるまではまだまだ目線はショート、高値からのこの売りのトレンドを今優先して見ていくことになるんじゃないかと思うんですよね。であれば戻れば戻り売りですかね。
はい、1時間足の方に戻ります。であればまあ高値からのこの売りのトレンドを見ていくことになりますかね。今は流れが止められていますけども、やっぱり戻り売りを見たいと、ということは戻りの壁探し、これが大事になってきますね。日足の壁を探していくには日足数本が必要になってきますから、すごく時間かかるんですよね。なかなか待つことは難しいですから、この間は短期足でこの壁を探していくことになります。昨日なんかこれも高値引きになってきそうですから、まあ、この辺を壁に見ていくには少し無理があると思うんですよね。もう少し戻りが入ってもおかしくないと思いますから、この戻りの壁探しは慎重に判断はしたいですね。少し時間はかかるかもしれません。壁を探している時に気をつけたいのがこの値幅調整になる動きですね。短期的な上昇トレンドが見えてしまうと、これは簡単に売ることはできなくなってきますので、調整の戻り局面、値幅調整になってくるのか、それとも時間調整になってくるのか、まずはこれをしっかり見極めたいと思います。はい、変わりましてこちらが金の CFD、 4時間足に週足を重ねています。金に関しては僕はこの1760ドル、ここをブルベの分岐点として見ていました。割れてくれば簡単には買えない、売るんであればしっかり割れないといけない、そういった大事なラインですね。この重要なラインの近くで、これも3週間目ですかね、全く決着がついてこないですね。まあ、こういった動きを見ていると、まあ1760ドル、見ていたラインというのはやっぱり重要なラインだったのかなというのはこの値動きからも分かりますけどもね。ただ何も決着がついてないですから、手の出しようがないですよね。このあたりをレンジとして見ていくんであれば、レンジの加減ですから、ロングを見ていくのはありないように思います。ただショートを見ていくんであれば、しっかり抜けを確認してからということになりますから、もう少し慎重に判断は必要ですね。レンジが見えている以上はやっぱりショート見ていくんであれば上から叩きたいです。逆にロングを見ていくんであれば、このあたりレンジの加減ですからね、まあ、ロングを見ていくのもありだと思いますけども、まあ、その際は下の方に抜けたらどうするかですね。引っ張るようなポジションではないとは思います。もう3週間ほどこの1760ドルの攻防になっていますけども、現状まだ何も決着はついていません。動き出すのを待つしかないかなとは思いますね。はい、ということで、昨日のこのドル円のこの強い上昇、これは僕は個人的にかなりインパクトある動きにはなっていました。まあ、ここに強いトレンドがありましたからね、押し目買いと考えていけば別に珍しい動きでもないんですけども、ただやっぱり週足の環境ですかね、111円を超えたところのこの上値の重さ、ここに注目をしてしまうとやっぱり簡単には買えないかなと思えてしまいます。まあそのように思っていたら、前日高値を超えてきた強い陽線が立ったと、こうなってくると考え方を変更していかないといけないかなとは思います。この辺りで売り買いの攻防調整を見ていきたいなと思っていましたけども、この考え方はもう一旦ストップですね。高値も抜けてきていますから、この戻りをしっかり見ていきたいなと思いますけども、ただし注意をしたいのが週足の環境。抜けてきたら抜けてきたで全然いいんですけどもね、週足のブレイクを意識していくんであれば、もうすでにこの位置でブレイクになっていますから、残り3日間、ここで動かなくても週足には影響がないんですよね。まあ、高値更新してきてますから、強い買いを見ていきたいなと思いますけども、この辺りで動かなくなる可能性もこれも想定はしておきたいです。高値更新があるかどうかがわからない状況ですから、高いところでのロング、これは気をつけたいですね。そして逆に深い押しが入ってしまうと、またこの底値圏の足場、レンジを見ていくことにもなりますから、こういった環境になった際の中途半端の押し目買いも、これは気をつけて見ていきたいなと思います。強い流れを見ていくんであれば、理想はこの高値付近、比較的浅い押しからのロングですかね。短期的にはこういった上昇トレンドが赤いトレンドにつながってくればいいんじゃないかと思います。今日はこの比較的浅い押しでのこのサポート探しをしっかりまずは見ていきたいと思います。今回は以上になります。ドル円以外の通貨に関しては別動画になっています。概要欄の方にリンクの方を貼っていますので、参考にしてください。それでは今日も頑張っていきましょう。